こんにちは、ブルーオーシャンです。いやー今日もね、台風スエル入ってきてます。台風スエルもう6日目ぐらいですかね。6号から7号の下りがあってって感じなんですけど、多分今日が一番クリーンヒットしてて、昨日の夕方ね、ここの他校に来たんですけど、もうねダブルオーバーぐらい、シークレットとかオフとかはあって、でまあ今日ね、今潮が効いてる時間帯なんですけど、多分5セットは本当もうダブルぐらいあるんじゃないかなと思いますね。まあ今ねセッションになってて、昨日よりちょっと天気悪いんですけど、まあドローもね飛ばせる範囲で飛ばせして撮影していきたいと思います。それではね、まあ今日が多分ラストセッションになると思うので、がっつりね撮影していきたいと思います。それでは行ってみます。やばい、うわいやー、お、こっちは繋がってくるか。あー、これは繋がるんじゃない。奥はお、乗らない。うわ、ほら、うわ、これは繋がったじゃん。誰か行け、これを乗れ。ダイ、あー引っかかんないのかな。引っかかりづらい。こっから見るとよ、うん、なんか全然乗れそうだな。乗れそうだな、うん、入ると違う。入ると、うん、まあまあ、もわしてなる。このボコッとこ乗っかっちゃうね。あ、この前に行けないですか。なるほどなるほど。この前に行ければ乗れるなっていう、うん、この上にちょっと乗ると、はい、うん、もわしな持ってかれちゃう。いや、うまくテイクオフできない。さあ、セットが
涼介ちょっと攻めてほしいな。これ行ってほしいっす。いる？どれだ。あー奥狙ってますね。逃げるが、あー引っかかんないか。裏はダメだ。お、引っかかるんじゃない？引っかかった。一番びっくりしたね。ダメ膝ぐらいしかない。いやあれが盛り上がったからいきなりパーリングした。これ誰か行かない。涼介逃げー。いや壊しちゃいましたね、大久保さん。ニューボード、あれ今日下ろした。あ、そっか、扱ってた。
いやー、やっちゃいましたね、これ。まあでも治るんじゃない。攻めすぎた男。すぐ治る。絶対膝かなんかが当たってるよ、多分。ああ、で、ビルの時に、落ちて当たったから。ああ、じゃあ、そうだな。さすが。いやー、まぁ。デルジュの K-1 とかはな、大臣、デルジュ。当たったぐらいで、そんな悪い。でも、あれ、吹っ飛んだな。うん、別にあれ板は多分普通に上に上がってたしかない。怖いね、気づいたら壊れるのは怖い。もうあそこのポイント、あれもう凌介ピークって名付けたしかない。凌介ピーク。もうあそこ多分凌介ぐらいしかテイクオフできない。いけない。撮ってきました。いやー、なかなかね、昨日よりも分厚い波になって、かなりね、ハードなセッションだったなと思います、ね、で、結構ね、天気が変則的で雨降ったり土砂降りになったり、まあ、晴れたりって感じだったんですけど、まあ、ちょうどいいタイミングでね、ドローンも飛ばせたし、そのタイミングでみんなが2ラウンド目をこう入ってくれたんでね、ドローンの映像もね、どうにか撮ることができました。やっぱね、波はタコならではの本当分厚い波でね、結構みんな板を壊したりとかもしてたんで、まあ、結構ね、その辺は本当ハードだったと思うんですけど、ただね、やっぱ久々にこう大きい波でみんなでね、セッションできたんで、すごいね、楽しかったです。それではね、今回の動画は以上になります。また次の動画でお会いいたしましょう。バイ。